なんてね。それで、何？追い詰めたつもり？僕をさ。残念だけどね、そうはいかないんだよ。だって、僕、発言する必要なんてないから。どういうことだろうか？証拠品。さあ、発言はできなくても、証拠品を提示することはできる。それはそうですが、あ、まさか、ガント局長。あなたはまだ何か決定的な証拠品を。持ってないよ、僕自身は。今はもう。あなた自身は？でも、ねえ、なるほどちゃんさ。さっきから、なんで黙ってるのかな？君さ、確か、持ってるはずだよね。ナオトちゃんを突き飛ばしたのが一体誰なのか。はっきり立証してる決定的な証拠はさ。そうなんですか、弁護人。やばい状況だね。今あれを提出すれば間違いなく。ザイモン検事を殺害したのはホウスケ茜ということになる。出しちゃまずいよな。弁護人、証拠品があるのならば提出を命じます。不当に隠そうとした場合、重罪に問われることになりますぞ。どうする？ここは最も重要なポイントだ。ミスは許されない。僕はあの証拠品を提出するべきなのか。ザイモン直人検事を殺害した真犯人を示す証拠品。これは、できないで行くべきなんだよね。布切れ出しちゃったら、あかねちゃんになっちゃうもんな。一応パターン見てみます。できないが、でも、正解だと思うんだよね。わかりました。証拠品を提出します。いよいよあれの出番ですね。そうなんだよね。あかねちゃん知らないんだよな。もしかしたら、あの指紋、局長さんのものかもしれないですよ。それでは、証拠品の提示をお願いします。ザイモン検事を殺害した人物を示す決定的な証拠とは。そうなんですよね。これは革の衣服の一部ですかな。おそらく被害者の胸から切り取られたものです。なんだこれは。はっきりと手の跡が残ってるではないか。突き飛ばした時に付着した。そう考えるべきだよね。一体、この指紋の主は？当然、調べたよね。ナロドちゃん。誰なんですか、ナロドくん。ホウズキ・アカネさんです。私？やっぱり、私だったの。ね？あったでしょ？決定的な証拠が。さあ。しかし、これはあなたの金庫の中にあった。あなたの捏造である可能性が。何それ？僕の金庫にそんな布切れが入っていたって？そんなの、この僕が認めるわけ、ないじゃない。
でもおしまいだ。なるほど。ここまで来て残念だが、この証拠品は提出するべきではなかった。それによって君は認めてしまったんだよ、ザイモン・ナオトの死と宝助茜の関連性を。そんな、ついにここまでのようですな。それが全てのポイントだった。トモエさんは全ての罪を一人で引き受けて、おー、おそらくバッドエンドって感じですよね。もしでは証拠品出さずに本来あるべき形で進めていきましょうか。さあ、ということで戻ってきました。では証拠品の提示はできないでいきます。現時点で提出できる証拠はありません。バカな、ふざけるな、ガント局長、お前僕の金庫を開けたじゃないか。あの中に入っていたはずだ。決定的な証拠が。言ってくれるんだ。何のことでしょう、金庫開けたって。なるほどさん、どうして。私たち見つけたじゃないですか。そうか、わかった。お前知ってるんだな、あの指紋の意味を。だから提出しないわけか。ガンド局長、一体何のことだ。聞くまでもないだろ。この現場写真よく見てみなよ。被害者のジャンパー、その胸の部分をさ、どうやら切り取られているようですが、もしやこれはあなたの仕業なのか。まさかそれこそ不正操作ではないですか。検察局長はそんな、大スキャンダルですぞ。やれやれ、正直なところここまでやるとは思わなかったよ。でもさすがにね、殺人犯にされちゃたまらないでしょ。いいかな、話してあげちゃおうか全部。なんということでしょう、あなたが認めるとは。確かに僕はあの日最初に現場を発見したんだよ。そしてあの状況を利用して彼女を操るシナリオを考えたんだ。やっぱりあなたがお姉ちゃんを。あの時僕には確信があったよ。そこの妹ちゃんに疑いがかかるようにしておけば、現場を見つけた宝月とお前は必ず僕に相談してくるって。それで、あなたは、宝月と前に協力したっか。彼女に指示して全ての証拠を作り変えたんだ。ナイフの刃を埋め込んだり、死体誘導したり、
その証拠を使ってこの私は青影城の有罪を立証したのか。でもね、あの工作をした時、僕二つだけ証拠品を隠しておいたんだよ。巴ちゃんが現場に現れる前にね、二つの証拠品、それがあの金庫の中身ですね。なぜそのようなことを。決まってるでしょう、保険だよ。保険？計画には自信があったけど、万が一ということがあるよね。いざとなって妹ちゃんの罪を着せられちゃたまんないから、捏造しながらそこまで考えていたんですか。誰だと思ってるのかな。警察局長にまでなった男よ。ほら、この壺のかけら、あかねという文字の一番目立つ部分を隠しておるだけ。まさか彼女が血を拭き取っちゃうとは思わなかったけどね。しかし、すべてが証人の捏造であるならば、この壺の文字も本物の手がかりとは限らない。やだね、そうやって何でも人のせいにするやつ。そんなのもいると思ってさ、もう一つの保険があるの。それが切り取られた野切れかな。そういうわけね。もういいからさ、提出しちゃいな。なるほどじゃん。なるほどさん、出しちゃいましょうよ。ガント局長、あなたは認めるんですか。ご自分の金庫の中に切り取った野切れを隠していたと。さすがに僕も殺人者にはなりたくないからね。局長の椅子は惜しいけど認めてあげるさ、捏造。弁護人どうなんですか。確か先ほどは提出できる証拠はないとはっきり言っていたはずです。ほんとバカだよね。さっさと出せばよかったのに。長い戦いだった。でもここが正念場だ。この一瞬こそが勝負。ここで判断を間違わなければこれで勝てるはず。さあ、証拠品を提示する。提示はできない。提示するで行きましょう。わかりました、証拠品を提出します。それでは証拠品の提示をお願いしましょう。財門検事を殺害した人物を示す決定的な証拠とは。ここでこのタイミングで布切れいきましょう。もう一度だけ確認します。この野切れは事件当日、あなた自身がその手で被害者のベストから切り取ったものなんですね。ああ、そうだもさ。ついに出しちゃったな、それ。この野切れ、手の跡が残っています。裁判長、至急それを鑑識に回していただきたい。川の野地に残ったこの手の跡、かなりの衝撃がなければこんなにはっきり残らない。ということはこの野切れは捏造の入る余地のない決定的な証拠と断言できる。甘い、三剣ちゃん、まだまだ甘いな。
何だろうか考えてみなよ。なるほどちゃんがどうして今までこいつを提出しようとしなかったのか。そうか、君は知ってるんだな。このノキリに付着した指紋の主が誰なのか。そうなんですか、ナロードさん。この指紋の主こそはザイモン賢治を殺害した真犯人です。一体誰の指紋だったんですか。わかりました、ご報告します。大丈夫のはずだ。ここまでは予想通り。そのノキリに付着した指紋の持ち主は、ここはアカネちゃんだね。ホウスキアカネさんですか。え、私、ごめん、アカネちゃん。ナロドさん、どうして、どうして今まで教えてくれなかったんですか。まったく君は傑作だよ、ナロドちゃん。その子がやったってこと知っていたくせにさ、この僕にその罪を押し付けようなんてね。非常に残念ですが、やはりその少女がザイモン賢治を突き飛ばしたようです。なんて人なの、ナロド弁護士。被告人、あなたは指紋のことを知っていた。それなのにさも希望があるようなことを言って、トモエさん、まだなんですよ。え、まだこの法廷は終わっていない。残念だけどさ、もう終わったんだよ全部。この法廷も君自身の弁護士生命もね。君はこの決定的な証拠品を故意に隠そうとしたよね。それは立派な犯罪なわけ。しかも重罪だ。楽しみだね、判決の後君を訴えてやるさ。必ずバッジを取り上げてやるよ。どうしたのかな、だめり込んじゃってさ。ぜひ感想を聞かせてほしいんだけど。自分の手で可愛い妹ちゃんを殺人者にした、その感想さ。その前に一つだけはっきりさせておきましょうか。なんだよ。もちろん真犯人ですよ、ザイモン直人殺害事件のね。なんですって。ガンと聞くしょ、確かにあなたは正しい、全面的に。こいつは完全に立証してる、誰がザイモン直人を殺害したか。だからそれはホウスキアカネさんでは。ありえないんですよ、なぜならばこのノキリは決定的に矛盾してるからです。バカな、矛盾だと。この男今さら何を言い出すんだ。そう、矛盾です。そしてそれこそが間違いなく真犯人を指し示してる。ナロド君、このノキリが一体何と矛盾してるんですか。
ガント局長、これがドラムの吉木だ。この斧切れと矛盾する証拠品、ご覧ください。さあ、ということで、これは巴さんのこのお写真だよね。いきますか。これは巴さんが撮影した写真です。よく見てください。被害者ザイモンさんのベストが切り取られた部分を、これはシャツが見えていますな。血で汚れていてよくわかりませんが、そう、胸元が血で汚れている、当然です。排尿されたんでしょう。口から血が流れ出していますな。でもその切れ見せてください。血がついていない。この斧切れにホオズキアカネの指紋がついてる以上、彼女がケンジを突き飛ばしたのは間違いないでしょう。しかしこの時ザイモンケンジは剣には刺らなかったんです。ちょっと待て、なんだよそれ。さて、ここでガント局長、あんたにお聞きしましょう。突き飛ばされたザイモンケンジは剣には刺らなかった。おそらく床に頭を打ちつけて気絶したんだろう。それならば一体誰なんでしょうか。ホオズキ巴さんが現場に現れるよりも前、気絶したザイモン直人の体を床から持ち上げて鎧の剣に突き刺すことができたのは、またその犯人はホオズキ茜に罪を着せるため、被害者の血で壺に茜の文字を書いた。そしてその壺を割り手がかりを残しておいた。ホオズキ巴に妹の犯行だと思い込ませるために。覚えていますね、あなたははっきり認めている。この血のついていない斧切れをその手で切り取ったことを、つまりあなたは自らに保険をかけるその行動で自らが犯人であることを完璧に立証したんです。終わったか。惜しかったよ、ナロドちゃん。もう少しだったのにね。残念だけど、ダメだよ。そうさ、認められないよ。どういう意味でしょうか。認められないとは、その斧切れさ、そいつは違法な証拠だ。静粛に静粛に、何を言い出すんですか。違法な証拠を使って断罪することは認められない。覚えてるだろ、長さん。こいつ、この弁護士は一度あれを隠そうとしたんだ。でもねえ、ナロードちゃんさ、君持ってるはずだよね、決定的な証拠品をさ。現時点で提出できる証拠はありません。まあ一回出さなかったもんな。確かに弁護人は一度証拠の提示を拒否しています。その時点でその斧切れは正当な証拠にはならないさ。そんな、残念だったよね。この僕に法廷戦術で勝てると思っていたのかな。
これが本当の最後の大逆転ってやつだね。残念ながらガンとしての主張は法律的には完璧に正しい。いかがですかな、ミスル検事。確かに違法な証拠で容疑者を断罪することはできない。本当にそれが違法ならの話だが。ふむ、いかがですかな、弁護人。どうやらそろそろ今回の作戦の真意を明かす時が来たみたいだな。弁護人、あなたは認めるんですかな。故意にあのノキレを隠していたことを。証拠品は違法だった。証拠品は違法ではない。違法ではない。確かに僕は一度証拒品の提示を拒否しました。ほらね、ほらね。つまりその証拠品は、お、違うんですよガントさん。え、僕はあの時提出しなかったんではない、提出できなかったんです。どういうことですかな。提出できなかった。弁護側にはその根拠を提示する用意があります。嘘だ張さん、こんなたわごと聞いちゃダメだ。卑怯な男なんだよ。この法廷最後に残された問題はただ一つ、この証拠品は違法かそうでないか。それでは今度こそこれが最後です。あなたは一度証拠品の提示を拒否しました。それが違法でなかったという根拠を示してください。これはね、入門のあの本でいけるんじゃないかな。この本ね、いきますか。これがその根拠です。よくわかる証拠法入門。どういうことだ。僕も勉強したということですよ局長さん。確かにこいつにはホオズキアカネの指紋が残っていました。しかしその時点ではこれはただのノキレに過ぎなかったんです。ね。この本にはっきり書いてある証拠法の二大原則ですよ。何よバカな。その1、警察局の認可のない証拠品の提示は認められない。これは僕自身が発見しました。あなたの金庫から。したがって当然警察局の認可はありません。その2、未登録の証拠の提示には審議中の事件との関連性が必要。そう、ここがポイントでした。布切れと SL95 事件、その2つの関連性を立証するのは不可能だったんです。バカな、そんなたごと通用するか。そんな関連性なんかこのシーンを見れば一発で。残念ですが思い出してください。このシーンが提出されたのはいつのことだったでしょうか。確かついさっきのことです。そんなバカな。そう、今朝10時この法廷が開廷した時点では確かにそのノキレは昔だったんだ。そこに証拠品という価値を与えてしまったのはガンとカジさん、あなた自身だったんですよ。あなたは自分から
ある事実を認めてしまった。もう一度だけ確認します。この野切れは事件当日あなた自身がその手で被害者のベストから切り取ったものなんですね。ああそうだともさ。な、あの瞬間あなた自身が認めたんだ、この斧切れが決定的な証拠品であると。そう、検察局長であるあなた自身が認めたんだ。被害者の胸からこれを切り取ることができたのは、ザイモン直人の死の直前、その目の前に立っていた人物、つまり真犯人です。そしてそれはガント開示、あなた以外にはありえないんです。やば、怖えな、ここまで来ると。やっぱりあいつは片付けておくべきだったかな。あの出来損ない、本当しつこい野郎だったよ。僕の周りを無駄に嗅ぎ回ってさ、2年間も。新しい犯罪は毎日起こってるというのにね。あなたのしたことも立派な犯罪だったんだ。あいつあくまでも事件を調べ直そうとしたんだ。石の谷京香を仲間に引き入れて正しき道をも説得していた。正しき捜査官を。そうなんだよ、聞いてくれる。なるほどじゃん。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。